小坂井翔太は日本のフリーアナウンサー、タレント、東京都出身、タイムリーオフィスアナウンス部所属。父はタレントの小坂井和樹、帝京大学文学部社会学科卒業。大学時代は放送研究会に所属し、学園祭の司会や世田谷のコミュニティ FM、FM 世田谷で番組を制作するなどしていた。大学2年の時に、父と、 関根勤がパーソナリティを務めるラジオ、小さ金では青、に初出演し、親子共演が実現している。当初はアナウンサー志望ではなかったが、就職活動の時期になってアナウンサーになりたいという思いが高まり、東京アナウンスアカデミーに大学4年の1年間、通った。2011年に、トヨタレンタリース埼玉の CM でデビューし、主にテレビ、埼玉や、 日のケーブルテレビ、千葉テレビ放送など首都圏ローカル局での活動を中心に行っている。2014年、NHK 大河ドラマ、軍師、官兵衛に、織田信長の次男、織田信夫役で出演し、ドラマデビューした。妹が二人いる。2021年時点で、新型コロナウイルスに感染した一人でもあり、その間に誹謗中傷を受けたことがある。ありがとうございます。